どうもこんにちは、てるです。本日はですね、見てください。もう沖縄の海のような場所にいます。で、ここはですね、私の地元の和歌山にある白浜というところです。で、ちょっとビーチの名前が忘れたんで、ちょっと下の方に出しておきます。で、ここのビーチに今来てるわけです。で、今日は平日の水曜日なんで、誰も、こんな感じですね、人がいないということで、後ろにいてるのは友達なんですけど、今日はここで、水中撮影をしたいなと思います。で、ちょっと見てもらいたいんですけども、前回に行ったカダっていう海は、ちょっと前日が雨で濁ってたので、すごく汚かったんですけど、今日はこんな感じで綺麗です。見てください。めちゃくちゃ綺麗です。はい。こんなに綺麗なわけです。で、今日はこの綺麗な海で、ちょっと水中撮影するとどうなのかっていうのを撮っていきたいなと思うので、今からですね、向こうにある岩場、あそこに今から行って、動画を撮りたいなと思います。では、行きたいと思います。めっちゃくちゃいいとこです。今、歩いて見えてたあの穴の中に今います。やば。こんな感じです。超いい。はい。今ですね、奥に友達が行ってます。とりあえずあの辺で今からちょっと潜って、この海の中に何がいるのか見ていきたいなと思います。はい。海に潜れる準備ができたので、今から入りたいと思います。また、足ひれと、今回は、こういう海用の靴を履いてきました。めちゃくちゃ水きれいです。はい。こんな感じです。ちょっと足ひれは置いときます、とりあえず。では、このまま入っていきまーす。おぉ、フグとかいてる。めっちゃ綺麗です。もうこのまま水中入ります。今回はフィルターなしのこの状態で撮っていきたいと思います。めっちゃ浅い。ちょっと伸ばします。こうです。お腹です。深い。上以来綺麗、水。スケスケやもん、プールみたい。では、入ります。で、これから、ちょっとだけですね、1080p の240フレームっていうスローモーションが撮れるので、それをちょっと今から友達があっちの岩、あの岩からですね、ジャンプして、ちょっと水しぶきとか、実際にこれを撮ったらどんな感じの絵になるのかっていうのをちょっと撮りたいなと思います。ちょっとこれから、この場所を変えて、違う、海のスポットを行きたいなと思います。せっかくなんで、このビーチだけじゃなくて、ちょっと違うとこを見てみて、良さげなところを。僕らどっちかって言ったら砂浜で、人がたくさんいるとこよりも、岩が多いところで、魚が多いところが好きなんで、そこに行きたいと思います。今回いるとこは、こんな感じです。まあ、浅いんで、足ひれはいりませんでした。では、ちょっとこれから別の場所に移動したいと思います。で、その前にお腹が空いたんでご飯を食べて、で、ちょっと探して違うスポットに行きたいと思います。でもいいですね、ここ。ほんといいとこでした。はい。夏って感じですね。で、次の海の場所では、前回使ってたフィルターをまた一回ちょっと使ってみたいなと思います。前に使った時にフィルターがですね、その海が濁ってるんで、ちょっと分かりづらい部分もあったんで、次はちょっと綺麗な海だと、あのフィルターを使うとどうなるかっていうのをちょっと検証したいなと思います。はい、今ですね、ここは、なんと、大自然の山奥に来ました。で、車で先ほどの海のところから、だいたい1時間ぐらいで、ここに来ました。で、ここはですね、郷川ダムって言って、結構バス釣りで、有名なポイントで、私もよく来てたんですけども、そこの、まあ、一番上流のポイントですね、引川っていうところなんですけど、ここに来ました。めちゃくちゃこの川が綺麗なんです。なので今日は海と川を2つまたぐっていう。皆さん見てください、この後ろ。こんなに綺麗ですよ。もうエメラルドグリーン。はい。ちょっとドローン持ってきてないんで残念なんですけども、でもすごく私が好きな場所で、バス釣りが趣味の方は多分最高のポイントなんですけど、いや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 、めっちゃ綺麗です。じゃあ一回ちょっとお見せします。はい、こんな感じです、皆さん。下は、こうですよ。こんな感じになってまーす。めちゃくちゃ綺麗。反対側行きますね。反対側は友達が一人で、今もう川に入ってるとこです。はい、あそこで潜ってます。めっちゃ綺麗なんですよ。ちょっとバスが、ブラックバスがいるんですよね、どっかに。多分相当冷たいと思います。では、これからですね、下に降りて、川に入りたいと思います。はい、じゃあ今から川に入りたいと思いますが、めちゃくちゃ冷たい。やばい。やばいってこれ。実はここの山は、猿もいて、鹿もいて、イノシシもいて、たくさんいろんな動物がいます。こんな大自然の川の、いやー、やば。もうこんなクソ暑い真夏やのにな。ちょっとまだ寒いもん俺。やば。もう井戸水やもん。なんか氷水溶けた水流れてるみたいだ。見てください。こんな感じです。めっちゃいいとこ。じゃあ入りたいと思います。次はですね、上の方から、ちょっと下っていきます。じゃないと、ここちょっと流れ強すぎて、普通に歩けないんで、向こうから流されてこっちまで、水中を取りたいと思います。で、後で、水中のフィルターもつけたいと思います。さあ、もう一回、川に入ります。さっきちゃんと取れなかったんで。ただここ流れがめちゃくちゃきついんで、流されないように気をつけます。この水の綺麗さやばい。今になってんねん。危ないな、入った。Relationships are never これが和歌山の川です。でもめちゃくちゃ深い。あ、見て。なんか泳いでる。アユか。ここはアユもいます。では、入りたいと思います。ここめっちゃ深い。やばいね。危ない。今先ほどですね、向こうにある大きな岩から飛び込んだらですね、ゴーグルとシュノーケルがどっかに行っちゃいました。でもこのオズマアクションはがっつり持ってたんですけど、ゴーグルとシュノーケルはなくしちゃったっていうことで、ちょっとないんですけども。この後、ちょっと水中のフィルターをですね、この川でもどんな感じかっていうのをちょっとテストしたいなと思います。なので、また3つのフィルターを使って、まあ水の中につけてどんな感じかっていうのをお見せできたらなと思います。なので、そちらを一回ご覧ください。はい、今ですね、水中のフィルターを使ってみました。いかがだったでしょうか。ちょっと、やっぱり、このフィルターは、微妙かなっていう感じでした。実際、この間の、海でもですね、使わせてもらったんですけども、なんかちょっとパッとしなかったかなと。で、今回、このまた川でも使ってみたんですけども、ちょっと実際の映像をですね、パソコンの画面では見てないですけども、モニター越しでは、っていうような感じでした。まあ、それよりもですね、やっぱこういう綺麗な川で、このオズマアクションで撮ると、すごく綺麗な映像が撮れるっていうのが分かったので、私としてはすごく良かったかなと。あとは、この夏を、すごく今日の一日だけで満喫できたので、良かったんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで、今回は、海と川の水中撮影をしてみました。ここはですね、和歌山にある田辺の郷川ダムっていうところから行く引川っていう場所なんですけども、ぜひですね、皆さん和歌山に遊びに来る際は来てみてください。めちゃくちゃ綺麗です。すごくもうエメラルドグリーンっていうかちょっとよくわかんないですけども、まあ、そんな感じで今日はこの友達と2人で楽しんでました。まあ、そんな感じで今日は終わりたいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。では、バイバーイ。